力とか才能じゃないですよ、ね。結果勝負開けんのね。だって毎日素振り千倍やってるやつが抜かすんですよ。一日途中コロッケ。元気すぎでしょ。ライゾンです。ということで、今日もやっていきたいと思います。今日からね、新企画をね、スタートしていきたいと思います。ということで、ね、今日やっていくのは、俺と一緒に、展開堂ということでね、この企画ではね、俺と一緒に、展開に行く動画になってます。ということで、このケンちゃんのアカウントですね、今シーズン、ずっとペッカ工場使います。ペッカ工場使ってね、いつもね、大体こう、飼ってるところを結構映しがちなんですけどね、まあ、この動画ではね、まあ、山あり谷あり、紆余曲折あり、まあ、七転び八起きといったところでね、結構その負けてる様子とかも映しつつ、結構ね、その、よいしょよいしょ、解説をしていき、結構ね、やっぱり俺のこの動画を見てくれてる人って、このくらいのトロの人が一番多いんじゃないかなと思うんですよ。5000から、まあ4000から6000ぐらいの人、うん、が、やっぱ目指すものはね、やっぱ展開だと思うんでね。まあ、それで、展開をね、目指していきたいと思います。で、ここね、トリトンじゃないのはね、理由があってね、俺、カード集めるためにトリトン、レベル低いです、めちゃくちゃ。でもね、こういう人多いと思うんですよ。やっぱ、ユーノとかゴーストとかエレキとか、マジアチ合わせるときって、やっぱり、その、トリトンになっちゃうと思うんですね。そう。なんで、まあ、このデッキでね、やっていきたいと思います。で、あまりにもね、ガゴ型でやってくれっていう声が多かったら、ガゴ型でね、やったりとかね、そういう日もね、作ろうかなと思います。ということでね、やっていきます。まあ、もしよければね、このように、まあ、いつもはね、割と適当にふざけてるんですけどね、たまにこういうね、企画をやったりするんでね、もしよければ、高評価と、高評価はまだいいっすわ。まだわかんないもんね。うん。チャンネル登録よろしくお願いします。そう、なんですけどね。さあさあさあ。で、こういうホグに対しては、こういうゴーストエレキとかで2枚で守る。あんまり、なんかコストはペッカと同じなんですけど、で、完封できるのもペッカと同じなんですけど、やっぱりこう2枚で守ることによって、あれなんですよね。で、まあ、こういうプリンスとかは、逆再工場ですね。まあ、工場ちょっともったいない気もするんですけど、まあ、しゃーなしっすね。そう。で、まあ、こんな感じで押さえていくんですけど、まあ、言うてもね、プリンス5コスなんで、まあ、ええかなって感じですね。で、最初はこうね、後ろからマジアチャを、これはポイズンでいいかな。よいしょ。まあ、こんな感じでね、まあ、施設にはアンパイでポイズン打っていき、まあ、ペッカーね、結構、なんだろう、浮きが少ないラバとかに対しては、序盤からこう、端前にガン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 行かなきゃいけないんですけど、ああいうね、なんか、ホグとかそういう細かい系に対しては、序盤はあんま削れないんで、こう、後ろからカード出して、カード出して、よいしょ。まあ、こんな感じですね。こんな感じ。まあ、これ、ちょっと、エレキが遅かったんで、一発入っちゃうんですけど。いや、これ打っていいな。頼む！耐えろ！耐えろ！なあ！いやー、これ、きわいっすね。これ、死んだ馬場に、プリンを倒してくれることに祈りましょうか。プリンの方行け、プリンの方行け。よしよしよし、よけたよけた。おぎおぎおぎ。よしよし、これで一回ね、ステイですね。まあ、こういうホグとか、なんかに対してやっぱ、そう、さっきも言ったんですけど、後ろからカードを切る。で、ホグに対して合わせていく。で、ペッカは序盤、なんかすごい抑えられやすいんですね。やっぱ後ろにしっかりカードをつけたりとか、なんだろう。あとは、なんだろう、呪文をしっかり打ったりとかしないと、ペッカってあんま通らなかったりするんですよ。そう、なんで、そう。で、まあ序盤の方がこう2枚で抑えるですね、2枚で。なんでね、ギャングとかでね、結構簡単に抑えられたりするんで、まああんま、手札を整えられないうちは、って感じですね。まあ、これプリンスかコウモリかって感じなんで。さあさあさあ。で、まあ、こういうのが硬い系が来たら、2倍入ったらね、俺結構ペッカ出しちゃいますね。まあ、こういう感じで出していくと、結構このミニペをね、まあ、ほぼ無料で受けれるのと、あとは、なんかその、で、この後、これ超ポイント高い。ペッカの前に、マイゴースト。これはね、やった方がいいですね。相手がすごい受けにくいんですよ、これ。タゲはペッカに行ってるんですけど、このね、ゴーストが結構暴走するんで。そう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 。まあ、こんな感じでね。ペッカが死んだ後にやっとゴーストが削れ始めるって言った感じで。まあ、これどうせギャングとかで守ってくるんで、ポイズンいっちゃいます。よいしょ。さあ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 。今2枚入ってからは、なるべくダメージを抑えたい。で、前ゴーストですね。これでギャングとか結構出しにくいですね。で、まあ、多分コウモリ来るんで。マジャチ出していき、コウモリにザップ打っていきます。で、ユーノも追加していきます。ここでギャングがここら辺に来るかな。さあ、これペッカ寄らないんでね。さあさあさあ。まあ、こういうところで逆再工場ですかね。さあさあさあ。で、これペッカ2発か1発で入るんで。オーケー！で、これね、マイプリンあるかもしれないんで、端前にエリキこうやって構えてあげると、端前プリンが来た時にも、こう無料で。お、マジ？やば！
それやばい。やべえ、これやばい。待ってくれ、待ってくれ、頼む。危ねえ。ちょっと油断しましたね。俺このギャング、じゃあ何だっけ、槍ゴム一体にザップ打ったんですけど、相手コウモリとギャング持ってるんで、その後追加でワンチャン殺されちゃうんで、ね、今の良くなかったですね。ザップはちょっと待ってから待ちましょうということで、行きます。よいしょ。いやマジで危ねえ、マジで危ねえ。ペッカの前ゴースですね。まあ、上手い人が本当によくやるんですけど、あれはマジ有効で、なんか、あれに対して硬いミニペとかを出したら、ペッカがミニペをバコーンって切るんですよ。ギャングとか来たらゴースがバコーンって切るんでね。そう。なんでね、結構強いですね。まあ、序盤こうやってゴースとか、まあ、ユーノとか、コージですね。基本、初手は、こっちから切ります。で、まあ、ペッカとか来たらね、ペッカとかジャイとかゴレとか、まあ、そういう硬めのね、カード来たら、こうやってペッカ合わして、まあ、ふむふむと。様子を見ていく感じになるんですけど、まあペッカが当たり合う時ですね。こういう時は基本的に逆先に攻めた方が負けます。はい。まあ2倍タイム入ってたらまた別なんですけど、2倍タイム入ってからまたね、自分がとか言っちゃったんですけど、解説していこうと思うんですけど、やばい、こういうの守ってあげるのが大事。そうで、こうやって工場挟むと見てください。これお互いエレキつけて工場を挟むじゃないですか。この違いですよ、この違い。こんなにペッカが残るってくらい残ったじゃないですか。相手が工場やってきたら、やっとトントンなんですよ。で、今みたいに工場を俺が挟んで相手が挟まないってやると、こんなに変わってくるんですね、ダメージが。まあ、工場っていうのはペッカを4発受けれるんでね。そう。なんで、工場で割れる前に2発と、お、やばい、お、こんな感じでね、工場を挟むだけで、有利に立ち回りますと。いったところで、まあ相手が多分ラムだったですね。ラムだった。この感じで、ライトニング雪至るババはラムなんで。まあこういう工場じゃない相手のペッカ対面には、やっぱ工場挟むだけでね、めちゃくちゃ有利になりますね。多分ラムですよね。はい。といったところで、いきます。まあなんでね、ペッカが当たり合うときにね、どうしたらいいかわかんないよーって人はね、まあ、エレキを絶対つけたい。で、エレキがなかったら、まあマジャチでもね、シャーなしですね。シャーなし。で、あとは工場を挟むっていうのが絶対。ね、逆サイ攻めたら負けるってなんでかっていうと、序盤ってやっぱエリクサー限られてるんで、そのペッカが来た時とかに、またペッカだ、攻撃工場振るじゃないですか。そしたらゴーストをこうやられるんですよ。そしたらゴーストが来る時に4エリしかないから、ペッカの人にエリキつけるか、ゴースト側をこうエリキで守るかね、どっちかしか選べなくなっちゃうんですよ。だから端前工場とかするとね、割とその刺さったりはするんですけど、そうなんかね、あんまりその刺さるだけみたいなところがありますね。やば、すげえフルぶっぱしてきましたね。ウッド？うん？じゃあ、矢の飴。ファイボ矢の飴。ここら辺なんか、ここら辺でマジアチ出したらさ、めっちゃいいみたいな聞いたんですよね。あ、全然、もうちょい後ろだった。もうちょい後ろだと、なんか割れる前にマジアチがこう一発打って、なんかええ感じになるって、見たんですよ。耳にしたんですよ。目にもしました。っていう感じでね、とりあえずまあこういう時は、まあ、同サイドに何かしら来るんで言うんですね。うん、で、これの多分、あとは、ペッカとかで受けてくるかもしれないんで、これゴーストじゃなくて、ケツペッカ。押しとくのが大事。これゴーストここで受けると、相手がこう、ペッカで言うのを受けてきたときに、3、なんかゴーストがもう、ただ死ぬだけになって、3アド提供、企画になっちゃうんで、ね、とりあえずここはゴーストとかで縛っていくと。まあ、割とこういうのね、ペッカ食らっちゃうんでね、ペッカ残しておきたいっていう気持ちが、ありよりのありで。といったところでね。まあ、ここら辺でエレキつけると、ペッカが出てきてね、こう、エレキから縛られちゃうんで、ちゃんとペッカとかをこう確認してから出すっていうのが大事ですね。やべえ、これ一番ずれた、やばいなぁ、たぶん、あぁ、まあ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 、いいでしょう。で、まあ、これはスルーと。ゲンスルーといったところで。まあ、これまたスケバレ来ると思うんでね、スケバレはザップだけで抑えていき、といったところですね。さあ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 、まあ、相手のデッキは今のところわからないですが、ディガーとか入ってるんですかね。ワンチャン。で、これ、ペッカやっぱね、両サイド振った方がいいんで、こういう削られてないサイドにね、こう展開して、ゴーストとかを出していき、こっちはね、まあ両サイドですね。そう。で、まあペッカを出していくと。いう感じで、まあこう逆サイに投げるだけでね、こうユニットが流れてくるんですよ。で、こっちに、そのマジャジャとかを当てて、こう逆サイの流れも作るだけでね、相手もちょっとね、対応しにくくなるんですね。でまあこういうところは、出していって、マジャジャですね、ここも。さあ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 。やべえ。もうスケバレだけで削られてますね、俺。さあ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 と。OK。これゴースト低めに出すと多分、ペッカーぶん殴ってくれて。これ一回ちょっといい流れですね。さあさあさあ。
で、このコースに対してバルキリーとかはね、多分出てくるんで、それをペッカでね、無料でしばけるっていう感じで。さあさあさあ、美味しいよ。っていうの出して、だいたいファイボなんで、これエレキですね。エレキ高めに出して、ファイボ打たして、そう。そうだと魔術が生きるんだね。はいはいはい。オッケーオッケー。いや、これはいい、これはいい。魔術いけー。オッケー。さあ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 、これペッカ出してって、相手はねこっちにペッカ咲きたいはずはずなので、これガイン入りますね。これはザップ打っていき、いやいいよ、悪くない。こう様子を伺って仕留めていく、そんなプレイングになります。でこれ多分マジャチにペッカ当ててくる。ラムか、おれ、あいいよ、めっちゃいい、めっちゃいい。いやこれめっちゃ当たってんな、めっちゃ当たってるんで、これなんか出てくる、なんか出てくる。オッケー。で、これ工場振って、マジやっちゃーという感じでね、やるなと、ありがとうという感じでね、まあ、しっかり、しっかりね、会話をしていくスタイルになります。まあ、こんな感じですね、こんな感じ。割と、割と。なんかね、割と、こう、ペッカー慣れてない人とかって、10エリになったら、端前からコース投げたり、端前からユーノ投げたりね、しちゃう人結構見たりするんですよ、俺は。そう。これ、何が悪いですかとかね、聞かれるときにね、あ、これ、端前から投げちゃってんな。ってこうなっちゃうんで、ね、あ、基本的には後ろからですね、本当に後ろから。でなんかよく本当に上手い人ほどこう後ろから出すんですよ。まあ俺も上手い人真似でやってるんですけど、これペッカ工場ね、後ろから出して出して出して、で決めきるときに端前ペッカとかするんですね。そうなんで、まあ基本的にはさっきみたいにその相手がなんかもうファイブ打ってみたいな、バルキリー間に合わなくてみたいな、あんくらいのエリアで取ったなら、まあまあええかなみたいな感じですね。やっとそこで端前攻めが痛い。これは、まあ、相手がこれボムタワー切ってるんで工場つけたいですね、つけ毒で、ここでゴーストとかを投げちゃうとキング起動されるんですね。そうなんで、ここは一回ステイ、一旦ステイです。でこうなんかの竹が、あのタワーがですね、工場が割れてタワーの竹がエレキに戻るときとかに、こうなんかザップとか打ってあげると今みたいにねベビーを処理してくれたりします。なんで割とおすすめですね。で今相手ボムタワーとトルネとベビードラ切ったんで、ちょっとアド取れてるんでね、ケツペッカイします。でもし逆サイナイトスキャラとか来たらポイズンと、3コスユニットだけで抑えてね。そうスケラ相手とかにはあのケツペッカ、ちょっとアド取ったタイミングケツペッカしないとね、割と抑えられて序盤にキング起動されて、あの終盤スケラ抑えられなくて死ぬっていうのがねよくあるんで、まあ、こういうところはね、マジックアーチャー。で、こう、マジックアーチャー添えるじゃないですか。添えた時に絶対タルババ来るんですよ。なんで、こう、カバーしてあげる。やっぱカバーの、あ！ちょっと。やだ！なんで！って感じなんですけど。さあ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 、ここはゴーストで縛いていくと。で、こういうゴーストですね、ゴースト。は、キング起動されちゃうんですよ、さっきも言ったように。なんで、こう、ちょっと遅れてから、小島ババつけるのが大事です。してこない。してこないタイプの方でした。でこういう時はキングマイペッカですね。スケラに対してはサードぐらい取ったらキングマイペッカなんですけど、まあそれもね、まあちょっとアドわかんねえなって時はね、キングマイペッカぐらいでいいですね。そう、なぜならね、こうスケラ打たれた時にベビドラとかそのキングマイペッカ見てからスケラだとこのようにね受けれるんですよ。でやっぱスケラ打たれる時ってこうダメージがねめっちゃ入っちゃう時ってなんかあれなんですよね、ベビドラの範囲攻撃で持ってかれたりとかそういう感じなんですよね。でこれまあさっき言った通りのそのペッカマイゴーストですね。ここにタルワとか来たら、もう一回ペッカとかで、縛いちゃいます。よいしょ。はい。で、ここを、しばき切ってからですね。しばき切ってから。しばき切ってから、ユーノ。入れて、からの工場。オッケー。これはいけます。で、こういうのは、マジアチャレンジ今日ですね。さあ。さあさあ、いいよ。いいよ。悪くない、悪くない。悪くない。なんか来る。よいしょー！ファイーという感じで、キングマイペッカ、キングマイペッカ、めっちゃ大事なの。で、序盤は、さっきみたいに、相手が、なんか、ボムタを裂きましたと、ペッカに。で、それで、そのために、あ、切ったからっつって、工場をこう、バーンって出すじゃないですか、こっちが。で、その時に、ベビドラ、トルネ、からのボムタとかね、まあ、明らかにエリクサ使いすぎなんですよ。11なんですよ。そう。だから、そういう時に、あ、これはいけるってなったら、ケツペッカでいいんですけど、今みたいに、ちょっとエリクサわかんねえな、みたいな。時は、スケラ相手ですね、スケラ相手、特に。は、キングマイペッカ。もう何回も言うんですけど、キングマイペッカです。もう。そうすることによって、相手を受けれるんでね。そう。なので、おすすめですと。いったところでね、今日はこの辺で、いや、ラスト行こう。
ラストいっちゃう。俺クラスになるとね、ラストいっちゃうんだ。そう。なんでね、まあ、いつもはね、結構、まあ、おう、おう、やばい。ちょ、待って。やばいやばいやばい。それやばい。ゴーストとかあったらなんかいい感じだったんだな、今。さあ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 と。まあ、これはちょっと、相手がなんか細かい系、ガゴムレとかスキャミを持ってそうな顔してるんで、ゴースト来た。まあそうですね。まあ、ペッカやられちゃうんですけど。コマジャチャで許容していって。で、ゴースト出して、結構陸系相手 U の最低。で、タルババ、じゃあ U のゴーストを割いたんで、これ、あと1枚で U のもあるんでね。こういう時は橋間 U のですね。あ、これ U のもあった。おっと ?U ので受けてこない。ただ、ここを U ので相手を受けると、さあ、このゴースト何で受けると。さあ、ゴーストですね。で、俺はこのゴースト何で受けると言われた時にね、結構積みます。やばい。これやばい。これ完璧な、完璧な工場。やべえ。やばい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 。なんかいろいろやばい。いろいろやばい。やばい、ちょっと待って。竹だけは。あー、俺の命の、命の、命の竹が危ねえ。これ、バレルくるんでね。あの、家のだけで抑えます。やばいな、これちょっと待って。あのゴースト。はい。さあさあさあ。お、ちょっと抑えた。抑えた方、抑えた方。よしよしよし、熱い熱い熱い。で、こういう時ですね。こういう時。こういう時にケツペッカですね。もうこういう状況をね、打開してくれるのはね、ペッカだけなんで。やばい。いやー、このペッカさせない動き。ペッカさせない動きっていう感じでね。こういう感じの真面目な動画になってます。とりあえずね、ペッカ出していきます。で、これペッカ出して、相手ギャングとか、あとあれですね。スキャーマー持ってるんで、こういう時に大事なのが、マジアチャです。さあ。マジアチャを出してあげると、このように、このように、貫いてくれます。さあ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 と。で、次、ギャング。音？やばい。やばい。これちょっといらんかったかな。うわ！やだ！おぎおぎ。よしよしよし。ここでなんですけど、あ、これ後ろじゃねえ、ワンちゃん。あっちー！ごちごちのあっちーですね。これでも俺、1-0 プランなんで、左のギャング、無視します。1-0 で勝つか、2-1 で勝つか、こんぐらいの時にね、定めておいた方がいいですね。さあ、もう受けですよ、受け。圧倒的受け。オッケーオッケーオッケー。いや、いい、素晴らしい、素晴らしい。やばい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 ！ちょ、待ってくれ！オーマイ、ゴッドファーザーじゃないですか、これ。ゴッドファーザーのやつじゃないですか。やべえ。やばい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 言うやばい言うやばい。いや、ただこれ相手なんか硬い系のカード持ってなさげな顔してるんですよ。さあさあさあ、マジ言うのとゴーストだけみたいなとこあるんで、硬いカードがこの辺ゴースト来るんで、まあ無限マジアチャですね。もう細かいカードで絶対受けてくるんで、無限マジアチャしてあげて、この辺に言うのワンチャン来るんで、やばい、ロケとかあったら終わる。これゴーストゴーストゴーストでゴーストでいきます。あーといったところでね、こんな時も、いやー、俺だからあれなんですよ、 2-1 で勝つプランの場合、あの時点で1回落ち着いた時にね、ケツペッカをして1本折られて形を組んで 2-1 で勝つっていう、あれ勝ち方なんですね。ただ俺は 1-0 を選んだんで、真ん中からマジ打ち出して、真ん中から工場で受けてこうやってるじゃないですか。なんでね、片方がおられると1点このようになってしまうので、まあ、どっちか決めたらそっちの方で、決めきらないと、まあ、このように負けてしまうといったところでね、今日の動画はね、こんな感じになっていきます。なんで、この動画をね、参考にして、あ、こいつにはこういう勝ち方、こいつにはこういう勝ち方っていうのをね、やってもらえると、このシーズン終わった頃には、待って、もう別個使いやないかいって感じでね、なると思うんでね、もしよければね、高評価とチャンネル登録、そしてコメントの方よろしくお願いします。ってことで終わります。バイバイ。